ナンバーアンダーラインアイ、CDTV ライブライブでまさかのロック炸裂。進化したパフォーマンスに鳥肌が止まらない。ナンバーアンダーラインアイの、INZM がやばすぎる。CDTV ライブライブで見たかったあの感動をもう一度。CDTV ライブライブでのナンバーアンダーラインアイのパフォーマンス、見ましたか私は、正直、息を呑むほど圧倒されました。あの熱量、 あの爆発力、そしてパフォーマンスに込められた彼らの強い意志。まさに彼らの進化の軌跡を目の当たりにしたような、そんな感覚でした。INZM のイントロが流れ出した瞬間、会場の空気は一変しました。静寂から一気に熱狂へと変わっていくそのようは、まるで嵐が静寂を打ち破るような、そんな力強さを感じました。3人のメンバーは、ステージに立つと同時に、 まるで表現したかのように、一糸乱れぬ動きで、力強く、そしてしなやかに、楽曲の世界観を表現していました。特に印象的だったのは、後半のクライマックス部分。激しいギターリフとドラムビートが会場に響き渡る中、3人は息もつかずに歌い、踊り、まさに魂を燃やすようなパフォーマンスを繰り広げました。その姿は、まるで炎のように力強く、そして美しく、 見ているものを圧倒しましまたこのパフォーマンスを通して、私は改めてナンバーアンダーラインアイの音楽に対する情熱、そして、表現者としての強い意志を感じました。彼らは、単に歌って踊るだけでなく、音楽を通してメッセージを伝えようとしている。彼らのパフォーマンスには、確固たる信念と、未来への希望を感じます。楽曲の歌詞は、彼らのこれまでの人生、そして、 今現在、未来への強い決意を表現しているように感じます。彼らの言葉は、決してきれい事や理想論ではなく、現実社会で生き抜く中で生まれた、生踊り自粛も力強いメッセージです。INZM の歌詞には、ぶち上げ、ぶちかまというフレーズがあります。この言葉は、彼らの音楽に対する情熱、そして、世界を変えたいという強い意志を表しているように感じます。 彼らは、決して現状に満足することなく、常に前進し続けようとしている。その姿は、まさに、ぶち上げ。ぶちかま、という言葉にふさわしいと言えるでしょう。パフォーマンス中、彼らの表情は真剣そのものでした。特に、平野翔さんの眼差しは、まるで炎のように輝いていて、彼の強い意志を感じました。彼は、ステージに立つたびに、自分のすべてを注ぎ込み、 観客を魅了ししようと努力しているその姿は、まさに、アーティストという言葉にふさわしいと言えるでしょう。岸優太さんは、彼の持ち味である力強いパフォーマンスで、観客を魅了していました。彼のダンスは、力強く、そしてしなやかで、まさに圧巻の一言でした。彼は、常に笑顔を絶やさず、観客を楽しませようとしている。その姿は、まるで太陽のように明るく、 そしててててかくくて見ているものを元気づけてくれます神宮寺雄太さんは繊細な歌声と表現力で観客を魅了していました。彼の歌声は優しく、そして力強く、聴く人の心を深く揺さぶります。彼はステージに立つたびに観客の心を理解しようと努力している。その姿はまるで月のように美しく、そして神秘的で見ているものを魅了します。 三人のメンバーは、それぞれ異なる個性を持っていますが、ステージに立つと、まるで一つの塊のように、一体感を生み出しています。彼らのパフォーマンスは、まさに、三味一体という言葉にふさわしいと言えるでしょう。彼らのパフォーマンスを見て、私は改めて、音楽の力を感じました。音楽は、言葉を超えて、人の心を動かすことができる。そして、音楽を通して、 私たちは、喜び、悲しみ、怒り、そして愛といった様々な感情を共有することができるのです。ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは、単なるエンターテイメントではありません。彼らの音楽には、メッセージが込められています。それは、彼らの夢、希望、そして、未来への強い意志です。彼らの音楽を通して、私たちは、自分自身を見つめ直し、 未来への希望を見出すことができるかもしれません音楽には人々の心を揺さぶり時に記憶の中の感情を呼び覚ます力がある音の波が私たちをどこか懐かしい場所へ連れて行ったり未知の世界への扉を開いてくれることがあるそんな瞬間を味わえる曲との出会いはまさに音楽が持つ魔法の一つであるその魔法を改めて感じさせてくれたのがナンバーアンダーラインアイの新曲 INZM だ彼らがテレビ初披露したこの曲は、まるで稲妻のように視聴者の心を打ち抜いた。INZM が放送された CDTV ライブライブのパフォーマンスは、多くの視聴者に衝撃を与えた。毎回、新曲を披露するたびに、3人のメンバーから感じられる気合がどんどん増していくのをファンは目の当たりにしている。彼らは単に演じるだけではなく、常に自分たちの限界を超え、 新たな挑戦を続けているこ,とが伝わってくるこの姿勢こそが彼らのパフォーマンスを特別なものにしているのだろう。特に INZM はナンバーアンダーライン愛の努力が実った瞬間をはっきりと見せた。今回のパフォーマンスはファンの期待を裏切ることなくそれを大きく超えるものであった。音楽とダンスの融合が見事で視覚的にも聴覚的にも圧倒される一瞬一瞬が続いた。 特に後半のヒートアップする部分は、かつてハードロックを聴いていた頃の興奮を思い起こさせるような力強さがあり、視聴者はその勢いに飲み込まれるような感覚を覚えただろう。音楽の持つエネルギーが、ダンスと一体となり、画面を通じてまるで直接感じ取れるかのように伝わってきた。INZM は、ヒップホップとロックの見事な融合が特徴的だ。この2つのジャンルは、一見相反するように思えるが、 ナンバーアンダーライン愛はこれを巧みに組み合わせ、新しい音楽体験を生み出している。特に年配の視聴者にとっては、ロックの要素が懐かしさを呼び起こし、新しいファン層を開拓する可能性があるだろう。実際、年配者の中には、かつてロックを愛していた人々も多く、彼らがこの曲に共鳴する可能性は高い。また、今回のパフォーマンスでは、視覚的な演出も非常に印象的であった。 まるで雷が落ちるかのような迫力があり、視聴者はその瞬間に釘付け気になった。曲の冒頭から最後まで、目を離すことができないほどの引力があり、見ているものを引き込んで離さない。まさに、ぶちかましてくれたという表現がぴったりのパフォーマンスだった。その背後には、彼らの並々ならぬ努力があることを忘れてはならない。高度なテクニックを要するダンスパフォーマンスは、 どれほどの時間と労力をかけてものにしたのか、想像するだけで圧倒される。しかし、その努力がしっかりと実を結び、ファンや視聴者に届けられたことが、彼らのプロフェッショナリズムを感じさせる。彼らは、たとえどれだけ大変でリスクが伴うとしても、最高の準備をしてステージに臨む。それが彼らの心情であり、その姿勢が彼らを特別な存在にしているのだ。INZM のパフォーマンスを通じて、 ナンバーアンダーライン愛の3人のメンバーは、以前よりも一層輝きを増していることが感じられた。彼らがこれまで築き上げてきたイメージやキャリアにとらわれることなく、新しい挑戦を続け、進化し続けている。その姿勢がファンを引きつけ、これからも多くの人々を魅了し続けるだろう。特に、かつての事務所でのキラキラしたアイドル像から、現在の力強く、エネルギッシュなパフォーマンスへと変貌を遂げた彼らの姿は、 ファンにとってもも感慨深いものがあるだろう。彼らは単に過去の栄光にすがることなく、新しいステージへと果敢に挑んでいる。その姿は、多くのファンにとって、希望や勇気を与える存在となっている。今回のパフォーマンスで特に注目されたのは、カメラワークの素晴らしさだ。視覚的な演出が INZM の世界観を一層引き立て、視聴者をその世界に引き込んだ。 カメラが捉える一瞬一瞬が、まるで映画のように洗練されており、視覚的な美しさと音楽の力が一体となって、忘れられない体験を提供してくれた。ナンバーアンダーラインアイのメンバーである平野翔、ガンユータ、神宮寺ユータの3人は、それぞれが個性的でありながらも、絶妙なバランスでグループとしての一体感を保っている。その一体感が、彼らのパフォーマンスを一層魅力的なものにしている。 彼らの表現力、ダンスの切れ味、そして成果の迫力は、ファンのみならず、多くの視聴者に強烈な印象を残した。この INZM の成功は、彼らの今後の活動への期待をさらに高めるものとなった。彼らは単に音楽を提供するだけでなく、視覚的、感覚的な体験をも提供しており、その総合力が高く評価されている。今後も彼らがどのような新しい挑戦を見せてくれるのか、 期待は尽きない。ファンにとって、彼らの進化を追いかけることは、まるで物語の続きを待つかのようなワクワク感を伴うものである。これからもナンバーアンダーライン愛は、私たちに新しい物語を届けてくれることだろう。そして、その物語の中で、私たちは再び驚きと感動を味わうことができるに違いない。彼らの進化は止まることを知らず、今後も新たな挑戦を続けていくことだろう。 そんな彼らの姿を見届けることができるのは、ファンにとって何よりの喜びであり、その成長を一緒に共有できることは、まさに特別な体験である。今後、ナンバーアンダーライン愛がどのような方向に進んでいくのか、彼らがどのような新しいサウンドを生み出していくのか、その一歩一歩を見守りながら、私たちも彼らと共に成長していけるのかもしれない。音楽を通じて、 彼らは私たちに新たな視点や感情をもたらしてくれる。その度に私たちは彼らの音楽に新たな魅力を感じ、次の展開に胸を高鳴らせることだろう。音楽が持つ力を再認識させてくれるナンバーアンダーライン愛のパフォーマンス。彼らの成長と挑戦に、今後も目が離せない。私たちは彼らと共に、新しい物語の一ページをめくることができる。そして、その物語の中で、 また新た新なな驚きと感動が待っていいいるに違いないあなたは次の物語の展開をどのように予想しますかどんなサウンドが次に飛び出してくるのでしょうか次のステージを一緒に楽しみにしながら彼らのさらなる進化を期待して待ちたいと思います。